パンドラアーキテクチャーパンドラ FMS はコンピュータシステム及びネットワークの監視のためのオープンソースの監視ツールである。ネットワークやサーバー及びアプリケーションの稼働状況を見張り様々な項目の状態を通知させることができる。パンドラ FMS はフリーソフトウェア財団の GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン2でライセンス提供されている。 パンドラ FMS にはオープンソース版のほか、オープンソース版に機能追加した商用ライセンスのエンタープライズ版もある。パンドラ FMS は様々なシステムやアプリケーションを監視するモニタリングツールである。FMS とはフレキシブルモニタリングシステムの略を表している。Linux や Unix システムで動作し様々なビジネスシステムの状態の監視ができる。 ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションそして、もちろん、オペレーティングシステムの監視ができる。監視可能なシステムとしては、Linux や Unix だけでなく、Windows やネットワーク機器も対象となる。Linux、Unix、Windows には、専用のエージェントソフトもある。p a n d r a v MS は、ネットワークインターフェースのダウンや、ウェブサイトの応答劣化。 稼働中アプリケーションのメモリリークによる動作不調を気づかせてくれることもできる。システム障害発生時にメールの送信や任意の処理の自動実行ができる。パンドライフ MS はまたシステムの状態が正しいかどうかを確認するだけの監視ツールではなく数ヶ月にわたって様々なシステムの値を保存し数値をグラフ表示することもできる。 パンドライフ MS は2003年にサンチョレリーナ一人による小さなオープンソースプロジェクトとしてスタートした。数年後、スペインの IT 企業であるアーティカ ST により引き継がれ、現在は多くの人々の協力を得ながらプロジェクトの管理及びリードはアーティカにより行われている。なお、日本語化はバージョン3.0以降で行われている。 完全日本語対応されたリリース版はバージョン3.1以降である。パンドライフ MS のサーバーコンポーネントはパール5.8以降のイスレッズ機能を利用して実装されている。この評価が分かれている機能の実装に大きく依存していることもあり、オペレーティングシステムごとの動作でそれなりの影響を受ける。 公式には次のオペレーティングシステム上の実装が利用を推奨されている。商用ライセンスのエンタープライズ版では、レッドハット、セント S6、X、スセリナックス、デビアン、ウブンツがサポートされている。ありがとうございます。